大変だよ。どうした、アスナ。さっき勇気からメッセージが来て、もう ALO をやめるって。なんだって。さっきから連絡を取ろうとしてるんだけど、呼びかけにも全然応じないし、どうしよう、キリト君。今ならまだログインしているかもしれない。俺はめぼしい場所を探してみるから、アスナはそのまま連絡を取り続けてくれ。わかった。この空も大地も、いざ見納めとなるとやっぱり寂しいな。勇気、うわ、キリト、こんなところにいたのか。見つけるのに苦労したぞ。探してくれたんだ、ありがとう。アスナ、心配してるぞ。一体何があったんだ？ねえ、キリト。僕、アスナを悲しませちゃったよね。せっかくスリーピングナイツに入りたいって言ってくれたのに。悲しませたくなかったから、ああいう風に言ったんだけどな。アスナはさ、SAO で、血盟騎士団っていうギルドの副団長をやってたんだ。攻略組の中でも一番の勢力を誇るギルドで、朝から晩までひたすら攻略に励んでいた。そうだったんだ。それなら、あれだけ強いのも納得だね。SAO で HP がゼロになることは、現実世界での死を意味する。だから血盟騎士団では一人も死者を出さないことを常に第一に考えていた。それはとてつもない重圧だったと思う。その責務を背負いながら、アスナはあの世界を生き抜いてきたんだ。あの日アスナが話していたのは血盟騎士団のことだったんだね。ああ、だからアスナがスリーピングナイツに入りたいって言い出した時は、正直俺も驚いたよ。でもそれでアスナが過去の恐れを断ち切って前に踏み出せるなら、俺はそれを応援しようと思った。キリト、でも僕たちは。ああ、俺は勇気がなんであの時断ったかもわかる気がしてる。え？勇気と初めて会ったのは SAO だったよな。ああ、うん、そうだね。ゲームをクリアしてアインクラッドが崩壊する直前に突然現れたからびっくりしたよ。僕もびっくりした。まさかあの SAO に自分が入っちゃうなんて思いもしなかったよ。しかもいきなり戦いたいだなんて言い出すし、正直わけがわからなかったな。でもキリトは何も聞かずにデュエルをしてくれたよね。すごく嬉しかった。自分でもなんであの世界に迷い込んじゃったのかわからない。でもキリトとあの場で戦えてよかったって思ってるんだ。そっか。 SAO でのデュエル、そして ALO での冒険。今まで勇気と一緒に戦ってきて分かったことがある。なに？君は完全にこの世界の住人なんだろう。キリト。
やっぱりすごいな、キリトは。どうしてバレちゃったの？勇気の戦いを見て思ってた。君の攻撃スピード、反応速度は限界を優に超えてる。エール王の、いや、フルダイブ環境そのものの申し子。そんな感じがしたんだ。それだけ仮想世界の姿を使いこなすには、気が遠くなるほどの時間が必要なはずだろ。そう。俺たちが SAO にいた時間よりもさらに長い時間が。キリトにはかなわないな。ねえ、キリト？アスナを大事にしなよ。え？二人は恋人なんでしょ？ああ、なんでわかったんだ？バレバレだよ。スリーピングナイツのみんなもほとんど分かってたと思うよ。そうだったのか。今だってアスナ何か悩んでる。だからちゃんと力になってあげて。スリーピングナイツの分までリーダーの僕からお願いします。アスナを悲しませたら許さないからね。もちろんそんなことはしない。きっと今は何を聞いてもアスナは答えてくれないけど、アスナが俺を頼りにしてきた時にいつでも支えるつもりだよ。そっか、それじゃあ安心だね。ちゃんと幸せにしてあげてね。これはキリトにしかできないことだから。わかったよ。さてと、今日はそろそろログアウトしようかな。ユキ、俺は君ともう一度戦いたいと思ってる。うん、僕もだよ。それじゃあね。その言葉を残してゼッケン、ユキはエール王から姿を消した。数日の時が経ち。アスナ？キリト君。ユキにもう一度会いたいか？うん、私どうしてももう一度会ってユキと話がしたい。なんで突然エール王からいなくなったのか知りたいの。私のせいだとしたらきちんと謝りたい。そうか。勇気の現実の居場所に心当たりがないでもない。え？俺の勘が当たっているなら勇気に会いに行けるかもしれない。少し調べる時間をくれないか？うん、分かった。それからしばらくして俺とアスナはエールをログアウトし、横浜港北総合病院へと向かった。そこは日本で唯一メディキボイドの臨床実験をしている場所だ。世界初の医療用フルダイブ機器メディキボイド。アミスフィアの超強化版ともいえるその機器は、外界からの刺激を全て遮断し、脳の深部まで VR 世界とリンクすることができるのだという。そしてメディキボイドで最も期待されている分野の一つがターミナルケア。終末期医療と呼ばれるものだった。病院に着いた俺たちは勇気の主治医だという人から彼女の病状を聞かされる。後天性免疫不全症候群、通称エイズ。
ユウキは3年前に発症し、メディキボイドの被験者になることを決意したのだという。それから3年、無菌室に横たわる彼女の小さな体は、日々病と戦い続けていた。24時間、フルダイブしたまま、3年間。勇気の強さはそこにあったんだな。俺たち元 SAO プレイヤーよりも、世界の誰よりも、勇気は仮想世界の人間なんだ。勇気、あなたにもう一度、もう一度だけでいいから会いたいよ。泣かないで、アスナ。勇気、勇気、そこにいるの？うん、直接は見ることができないけど、レンズ越しに見えてるよ。アスナ、キリト、ありがとう、来てくれて。勇気、私、アスナ。隣の部屋にアミュスフィアがあるんだ。 ALO も入ってる。中で待ってるから、ログインして来て。うん、分かった。キリト君、行こう。うん。なんでかな、来てくれる気がしたんだよ。現実の居場所教えてなかったのに。キリトが調べたんでしょ。ああ、勝手に人のプライバシーを探るようなことをしてごめん。仮想空間を監視する機関のツテがあってさ、無理って聞き出したんだ。うん、いいよ。僕自分で LO からいなくなっちゃったのに、身勝手だよね。勇気、アスナ、キリト、ごめんね。本当のことを言えなくて。スリーピングナイツが解散する本当の理由はね、長くてもあと3ヶ月って告知されてるメンバーが2人いるからなんだよ。だから僕たちはどうしてもこの素敵な世界で最後の思い出を作りたかった。そんな時 MMO トゥモローの記事のことを知ってさ、あれに乗ることで僕たちがここにいたよっていう証を残したかったんだ。でもチャンスは一度しかない。絶対に逃すことができないから、手伝ってくれる人を探そうって相談したんだ。反対意見もあったよ。もし僕たちのことを知られたら、その人に迷惑をかけちゃう、嫌な思いをさせちゃうからって。その通りになっちゃったね。ごめんね。もしできるなら今からでも僕たちのことは忘れて。できないよ、私絶対に諦めない。ユキ、もう一度デュエルしよう。え？ぶつからなければ伝わらないこともある。ユキに教えてもらったんだよ。だから剣を抜いて。わかった。この前のデュエルは中途半端で終わりにしちゃったもんね。うん、だからもう一度勝負。
私の気持ち伝わった？うん。私、勇気のこと絶対忘れたくない。だって迷惑なんてことこれっぽっちもないもん。嫌な勇気たちと出会えて、勇気たちの手伝いができてすごく嬉しいよ。アスナ、勇気、君はアスナを幸せにすることは俺にしかできないと言った。でも俺は違うと思う。アスナが本当の意味でゲームを楽しむことができたのは君たちのおかげでもあるんだ。ありがとう、ユキ。キリト、僕、この世界に来られて二人と出会えて本当に嬉しい。今の言葉だけで十分だよ。これでもう何もかも満足だよ。まだしてないこといっぱいあるでしょ。スバルト・アールブヘイムにだって行ってない場所はまだあるだろうし、それに私は勇気ともっとたくさん思い出を作りたいの。でも僕はリーダー。あ、みんな。リーダー、どこ行ってたんだよ。連絡取れないから心配してたんだぞ。まったく、リーダーは世話が焼けるね。やっぱり私たちがいなきゃ
ダメみたいだな。じゃ、マリーさん、なんで泣いてるんですか。嬉し泣きなんてするんだな。うるさい。勇気、また会えてよかった。私たちはリーダーがいないとダメみたいです。みんな心配かけてごめんね。僕、自分がこの世界に存在する意味ってなんだろうってずっと考えてたんだ。自分は何も与えられないのに、たくさんの人に迷惑かけて、それなのに僕の周りにはこんなに素敵な人たちがいて、本当に幸せだな。みんなのおかげでようやく分かったよ。生きる意味なんてなくても生きてていいんだね。アスナとキリトにお願いがあるんだ。僕と。何言ってるの、私たちはもう友達じゃない。あ、本当よかった。そうだ、僕アスナに渡したいものがあったんだ。ちょっと待ってて。ユウキ、何をするつもりなんだ。やっ！できた。今の11連撃、それは。うん、受け取って。僕の OSS。本当にいいの？うん、僕たちをつなぐ絆の証、存分に使ってあげて。ありがとう、ユウキ。大切にするね。うん、ありがとう。さて、ユウキも帰ってきたことだし、延期してた打ち上げやろうよ。ああ、そうだった。今回はリーダーの ALO 復帰祝いも兼ねて、さらに盛大にやらなきゃな。エギルの店でやるか。それなら人もたくさん入るし。いいね、そうしよう。エギルってボス攻略の時に助けに来てくれたノームのでかいやつだよ。ノーム同士、気が合うかもしれませんね。あの時の報酬も手つかずですし、パーッと使っちゃいましょうか。だな、金なんてまた集めればいいんだしさ。よーし、それじゃあこれからみんなで買い出しに行くか。おお幸せだな。ユウキ、行こう。
し、俺の出番だな。どうしたんだ、急に笑ったりして。キリト君、やだ、見てたの？今、ユウキのこと考えてたんだ。本当に良かったなって。まあ、そのことか。では、この文章を読んでもらいましょう。今野ゆうきさん、お願いできるかな？あ、はい。いつまでたってもなれないね。ふう、いきなり刺されると緊張するんだもん。今野さん。あ、はい。一連の事件が解決した後も、俺とアスナ、スリーピングナイツと面々は ALO で親交を深めていた。そして勇気の現実の学校に行きたいという願いを叶えるため、俺は学校の仲間と協力してそれを実現させた。現在勇気はアスナの肩に乗っている半球型のメカ視聴覚双方向通信プローブを通して授業を受けている。この機械は簡単に言えばアミスフィアとネットワークを通して現実世界の遠隔地と視覚聴覚のやり取りをするものだ。つまり勇気は病院のメディキボイドでフルダイブしながらこの教室で授業を実際に受けた。今日はここまで。宿題は明日までに提出するように。はあ、疲れた。お疲れ様。授業って頭使うから大変だ。でも毎日すっごく楽しいよ。どういたしまして。それじゃあ帰ろっか。うん。キリト君、お待たせ。アスナ、それにユウキも、グローブの調子はどうだ？うん、いい感じだよ。そっか、それならよかった。というかキリト、グローブの調子だけじゃなくて僕の調子も聞いてよ。ごめん、どうしたんだ？実はね、この頃少し調子が良くなってきたんだ。本当？無菌室からは出られないけど、ウイルスの感染も弱まってきててさ、かなり安定してるんだって。余命3ヶ月なんて言われてたけど、まだまだ大丈夫そうだよ。そっか、よかった。本当によかった。え、ちょっとアスナ、泣かないでよ。これからも勇気と一緒にいられると思ったら嬉しくて。アスナ、僕もみんなと冒険できるのがすごく嬉しいよ。スバルト・アルブヘイムにもまだまだ攻略してない場所がたくさんあるしな。そうだね、もっともっといろんな思い出を作ろう。これからもよろしくね、ユウキ。こちらこそよろしく、アスナ、キリト。あ、もうプローブのバッテリーがないんだ。じゃあ今日はここでお別れだね。ユウキ、ちゃんと宿題やっておかなきゃダメだよ。うん、頑張る。それじゃあまた明日ね。またな、ユウキ。バイバイ。キリト君、ユウキを学校に通わせられるようにしてくれてありがとう。いや、もともと研究してるテーマだったからな。でも結構ラグる時があるし、
まだまだ改善点は多いよ。ユウキはすごく満足してたよ。あ、でも座学だけじゃなくて体育もできるようになりたいって言ってた。急激な動きに対応するにはまだ少し時間がかかりそうだな。きっと首を長くして待ってるよ。 VR 技術はまだまだ黎明期だ。これからの研究次第で無限の可能性が広がっているんだ。いずれは現実世界と仮想世界がリンクする時代が来ると思う。そうすればきっとユイも。うん、そうだね。そんな未来のために俺は VR 技術を研究したい。ねえキリト君、今少し時間ある？え、ああ大丈夫だよ。じゃあお部屋に行こう。どうしたんだ改まって。で、あ、キリト君、いきなり抱きついてきてどうしたんだ。ごめんね、いきなり。あのね、最近母さんとずっと揉めてたの。あんな学校に通っていたらまともな進学はできない。あんな学校の生徒と一緒にいるとろくなことにならないって。それで学校を転校させるって話になって。母さんはなんでわからないのって。ただ一人で抱え込むことしかできなかった。あ、それで一時期元気がなかったのか。黙っていてごめんなさい。でもぶつからないとわからないことだってあるって勇気に言われてハッとした。私は今まで母さんと本気でぶつかり合えてなかった。だから正直に私の気持ちをぶつけてみたの。そしたらちゃんと分かってくれて。そっか、あせだってキリト君が愛してくれたのは SAO にいた強いアスナで、こんな弱い自分を見せたらキリト君の心が離れていっちゃうかもって思うと怖くて打ち明けられなかった。アスナ、確かに俺はSAO で君と出会って好きになった。先行のアスナだって勇気アスナだってどっちも同じアスナだ。弱くたっていいんだ、俺がアスナを支えるからさ。だからもう一人で抱え込まないでくれ。キリト君ありがとう。ねえキリト君。ん？私将来についてキリト君みたいにはっきりとはまだ決めていないの。でも周りの人たちみんなを笑顔にできるようなそんな生き方をしたい。大切な人の隣に立ってずっと支えていけるような人になりたい。そう思ってる。俺も同じ気持ちだよ。ずっと一緒にいようなアスナ。うん、キリト君大好きだよ。